影の実力者になりたくて、星さん、影の実力者になること以外の全てのことを捨てて、影の実力者になるためだけに人生を費やした人族のオス。例えばクソムキムキに鍛えたりとか、めちゃくちゃ学校にいたら目立つのだがモブに徹するとか、そんな感じのギャグ漫画風のコマを用意してくれるので、読者はこの漫画はギャグ漫画なのだと認識できる親切設計。そこからなんやかんやあって異世界に転生した後に、魔法こそが影の実力者の鍵だと理解した人族は、前世の頃から徹底的に鍛えた能力によってメキメキと主人公の理想の影の実力者の力を鍛え上げる。例えば姉には実力を隠してできないという演技したり、誰も見えないところで山賊狩りなどとしながら影の実力者ロールプレイをたしなんでいたら、優秀なハーレム候補たちを知らぬ間に拡張することに成功して、あの悪の組織の〇〇が黒幕かといった実在しない影の実力者ロールプレイをしてハーレムたちと遊んでいたら、実は本当にその〇〇は存在してて、ハーレムたちからさすが影の実力者みたいな評価を受けるという勘違いなろう系ギャグ漫画。ギャグ漫画だが主人公の気概っぷりの描き方がディモールとベネであり、みんなはあれもしたいこれもしたいとページを増やしていくが、僕は逆なんだ。本当にしたいこと以外のページを破っていって、どうしても破れなかったページの部分に全力を注ぐんだといった人生の教訓も入るという部分がクソ激烈に面白い。